夜の11時32分、晩酌スタート。あと30分我慢したら11月9日休館日にやったのに。まずは宝缶チューハイと海苔。この時間から作るのしんどいから海苔、男梅サワーから始めます。いい色、ちびちびいきます。それでは深夜に乾杯。これはジュースです。もはやジュース。父母の冷蔵庫の中からもらったソーセージをいただきたいと思います。2本目は発酵レモンサワーいただきます。のんべえはえらいこっちゃです。このかわいい猛獣がいてるんで立ち飲みです。まず何もなしで、わっやば、冷た、もう一回県民ビーフンと燃やして締め。2時間ちょっとかけてチューハイ3本美味しくいただきました。お昼ご飯は両親からもらったソーセージと目玉焼きです。大根の味噌汁と大根わかめの味噌汁と玄米。11月10日のお昼ご飯はソーセージエッグ醤油かけて大根とわかめの味噌汁と玄米でいただきます。梅干し持ってきました。半熟のご飯、ココアがクライマックスです。おー、あさって健康診断やけど飲みます。ツナと玉ねぎとニンニクとオリーブとケーパーのタルタル。このイカの缶詰をどうスパークリングに合うように作るか、バターガーリックにして焼いたらなんとかいけそうな。今日も一日お疲れ様です。乾杯。ルイ お味はいかに。このツナのパサパサ感がないように意識して、マヨネーズ、梅、玉ねぎたっぷり、グリーンオリーブを多めに、レモン汁とニンニクとオリーブオイルは、これはサプリメントっていう感じで、おつまみ。締めは紅ズワイガニのトマトクリームパスタしてしまいます。一瞬でなくなりました。紅ズワイガニとトマトクリーム美味しかったです。ごちそうさまです。晩ご飯はこのカツオのたたきと昨日の残りの鶏鍋で雑炊いっぱいです。これを食べてウーバーに出かけます。人参がパックマンみたいな形になりました。雑炊の具均等になるようにキッチンバサミでチョキチョキ切って、こんな感じです。ポン酢はもうダイレクトにかけます。今日は時間勝負です。鶏鍋雑炊とカツオのたたき、実は昨日半額でゲットしたやつです。時間勝負なんでいただきます。カツオのたたき、パックマンの形の人参いただきます。すごい、高知県に行きたいんです。妹から教えてもらった旅動画で、広め市場、カツオのたたき、満州のジャンメン、屋台餃子、あと鳥心のチキン南蛮、水族館があったり、龍馬の休日、坂本龍馬の像がいっぱいあって、いろいろ調べてみたら大好きな水族館もあるし、すごい行ってみたいです。ソフトクリームも食べてみたいし、ウツボのお刺身と高知の地酒飲みたい。夢の一つです。あと、そうや、55番街やったっけ、飲み屋さん街があって、そこでスナックバーみたいなところにも行ってみたいです。高知県のカツオのたたき、高知県で食べるのが夢です。
私だけの時間。